皆さんこんばんは、 MK です。ゼルダの伝説知恵の借り物パート18やっていきましょう。今回も前回に引き続きゾーラ族の住処の方を目指していくんですが、まずはマップの下のこの部分、何があるかちょっと気になりますよね。もしかしたら力のかけらとかハートのかけらとか隠されているかもしれないので、一応見ておきましょうか。ちょっとテール邪魔だなと思う方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。上に行けるとこありますね。一応こういうとこ切ってみようか。何か出てくるでしょうか。来た、力のかけら。やっぱ見るべきなのよ。力のかけらを手に入れたルーベルの家で武器を強化できると。一つだけか。できれば2つとか3つとか欲しかったところでございますが、今合計は4個。4個じゃちょっと何も強化できないな。とりあえずさらに奥に進んでいきましょう。テールとか別に倒したとこで何もないよね。一応攻撃してみましょうか。ルピーを出すぐらいですね。なんか限定の素材とかはないみたいです。そう、テールはね、夢を見る島の時にあのテールのホラーなっていうね、一番最初のダンジョンにいた敵でございますけども、宝箱あったよ。こいつコホリント島だけじゃなくて普通にハイラルにもいるんですね。ちょっとそれは初耳でございますが、宝箱の中なんでしょうか。50ルピー。まあまあまあ、お金結構重要ですからね。前回大妖精のところでアクセサリーをね2つつけれるようにして、100ルピーと300ルピーだから合計400ルピーもかかったのか。で、次は500ルピーないとアクセサリーの数を増やせないので、まあ500ルピー頑張って貯めていきましょう。マップで言うと、まあとりあえず埋まってはいますけど、なんかあるか他にも。はい、この辺り大丈夫ですか。草っぱらを全部壊しますが、うん、何もなさそうですね。なんか奥まで一本道があるのはちょっと気になりますけど、うん、何もなさそうだな。よし、じゃあここのしるべに戻って上に行くか、いや大妖精の辺りから行きますか。そうですね、そう、大妖精の周りで新しい敵もね2体ぐらいはお借りしたんですけど、もしかしたら他にもいるかもしれませんし、行ってない島とかもあるかもしれないもんね。前回ここのまあちょっとした無の世界は終わらせたので、それでまたマップが行けるようなところ増えてるんじゃないかと思いますけど、まあそれも前回行った範囲で終わりかな。待てよ、それさ、オクタロック1体だけいるところが草っぱらになってないの気になんないか。これピッティとかで掘るんじゃない。ピッティちゃんどこにいますか。いた、ここ掘れます。ほら出た、50ルピー。やっぱさ、こういうの見とくべきなんですよ。一マスだけ掘られてんのはおかしいからね。掘られてるっていうか、まあこう草が剥げてんのはおかしいからね。で、目的地が右上か。まあこの辺りじゃあゆっくり探索していきますか。岩がいっぱいですけど、あ、アルマジロ。まあこいつはあのもう仲間にしてるから特に構う必要はないでしょう。なんか上のところ石めっちゃあるけど、これなんだろう。一回行ってみようか。トランポリンを積み重ねてジャンプしますよ。なんか MK さん、こういうところ全部トランポリンでやっちゃってるけど、いい。あ、絶対力のかけら来たー。いや、ちょっと見なきゃいけないところ多いな。はい、これもまた一つか。全部で5つ。次の強化が15って言ったっけ。あ、シルベ1個ありました。こういうのはしっかり登録しておきましょう。なんか門みたいなのがありますけど、ハイラル平原東。はい、ちょっと行ってみる。いや、ただ、え、待って、あ、スタンプあった。とりあえずスタンプは押しますけど、ここ今行っていいとこか。ちょっと怪しくない。うわ、まだかもしれん。もしかしたら何かフラグを立ててから来ないといけない。あ、待って、これ覚えてる。あの神々のトライフォース2にあったよね、このなんか像みたいな石像がある遺跡あったな、これ。え、神虎2とマップってほぼ一緒？うわ、神虎2のマップがあんまりもう記憶にないけど、あの神殿があったのは覚えてるわ。何これ？え？初めて見た木でございますけど、まあ別にお借りできるわけではないのか。まあまあまあ、しるべをとりあえず登録したんでね、今後なんかあったら戻ってきたいと思いますが、え、めっちゃでかい木。東の神殿、あ、東の神殿っていう名前だったっけ？そうだったかも。あ、神虎の頃と変わってないわ。え、神々のトライフォースにもあるんだったっけ。あ、ちょっとその辺の記憶曖昧だな。あの神々のトライフォース2にはあったんだよ。
あの遺跡、あ、神虎にもあったのかも、お尋ね者ゼルダ姫と、ちょっとゼルダ、本物のゼルダよりもね、あんまり可愛くない、イラストが飾られておりますが、そしてカニ、おー、なんだこれ、昆布拾いました、これも料理の材料かな、泡昆布を手に入れた。使うとハートがちょっと回復する。そのままでは効果が薄いと。まあどっかでまたスムージー作るときに使いましょう。ピースを覚えた。ピース、まあカニだからね、チョキでピースということでしょうか。硬い爪を伸ばして素早く横移動するカニのような魔物と、あんまり強くないな。っていうかさ、ちょっと MK さん覚えてまだ使ってないわ。ポーちょっと使わせてくんね。ポーどこ行った？ポー、よく使う順、覚えた順の方がいいですね。こいつ強いのかな？どうなんでしょう？はい、炎を出して、あ、設置型ってだけ？あ、だとしたらあんま強くない。うわ、自分も食らうし、言ってた、あ、やば！ちょっと待って、こいつやばいわ。マジか。え、炎向こうってある？うわ、今ちょうどないかも。炎向こう、ないな。じゃあ、パワフルミックススムージーを飲んで、君、あの炎をばらまくのはいいけどさ、ゼルダは効かないようにしてくんない？あー、まあなんか微妙だな。ちょっとやめろ、やめるわ。ポー回収。ちょっとあなた、ちょちょ、違う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 、ここで、はい、回収して、なんか上登れそうだよ。え、待て待て待て、一応こっちも見ていくか。こんにちは。あ、危ないな。ピースは水の中だとそんなに早く動けんのか。え、こっちが正規ルートか。コスト順、種類順、選んだ順にして、トランポリンでとりあえず上に行ってみましょうか。え、あ、なんかあるよ。お花。なんだあのお花。あ、え、これお借りはできないのか。あ、散らすことはできるんですね。ちょっと花を散らすのはね、どうかと思いますけど、何？え、急にムービー入ったね。何の話？おぉ、びっくりした。ここがジャブール水域。え、ジャブールってもしかして、ジャブジャブ様のあれなんじゃないの？あのジャブジャブ様っていうさ、時のオカリナにいた、まあゾーラ族の長みたいな人がいるんですが、ジャブール水域、多分そういうことだよね。ちょっとすげえ変な場所から入っちゃったけども、ここはジャブール水域なの？どこかに裂け目の入り口を作れそうな場所があるはず。とりあえず大きな裂け目の近くから探してみる。大きな裂け目が、あー、右上か。結構まだ距離あるな。まあじゃあとりあえず、あ、ここ壊せそうだね。あ、シルベがあったんで、これは登録しといて。爆弾？爆弾まだ持ってねえな。多分ね、リンクが持ってるんだよな、爆弾。代わりになりそうなものも、いや、ないよな。爆発する敵、いや、いなかったと思う。ちょっとバウンジローとかの突進でどうにかできるかだけ試してみるか。あー、やっぱ無理ですね。はい、じゃあバウンジローは回収しておきまして、ちょっとまだいろいろちょっと探索しがいがある場所ですけど、困ったな。はい、どうしたんですか？困ったことになったな。ジャブジャブ様が暴れるなんて、こんなの聞いたことないよ。やっぱりジャブジャブ様だ。ジャブジャブ様って、旅の方、海辺の村にようこそ。ジャブジャブ様ってのは、ジャブール水域に住む大きな精霊様だよ。普段はおとなしいのに、今あちこちで暴れ回ってて、そしてあなた結構可愛いな。ちょっと後で連絡先教えて。スミカに裂け目が出てからずっとこんな調子でね。スミカ、ほう、ジャブジャブ様の住処があるのか。ジャブジャブ様が寝床にしている洞窟さ、東の端を渡って進んだ先にあってね、飾りのついた入り口だから近づけばすぐわかるよ。じゃあとりあえずそこ行ってみる。ゼルダ、何ですか、トリー君。僕が見た大きな裂け目も同じとこかもしれない。あー、じゃあやっぱりそこに行く必要がありますね。じゃあまずはスタンプカード埋めていきましょう。このなんかめちゃくちゃリアル闘神のね、あのスタンプマン、ちょっと面白いな。そしてあなたは、海でジャブジャブ様に襲われて命からがら逃げてきたんだよ。襲われた。ほう、海に船を浮かべてのんびりしていたらいきなり体当たりされたんだよ。おかげで怖くて怖くてもう海に出られないよ。いや、出ない方がいいね、危ないわ。なんか見た目がすげえウルリラじいさんみたいな感じでございますけども、猫はまあ、にゃーんと言うだけか。この辺りのものも、まあ、お借りすることはできなそうですね。よし、じゃあ村探索していきましょうか。こんにちは。ジャブジャブ様、大暴れ。村のお客さん減って寂しい。あ、村のお客さん減って寂しい。みんな漁にも行けないし、船でお外にも出られないし、悲しい。あなたも可愛いね。そしたらちょっと洞窟じゃねえや、あの、売り場見てみましょう。あー、特にハートのかけらとかはないか。
じゃあいいかな。ちょっと不思議な薬も売ってますけど、ちなみにこれは紫の薬。ほう、飲むとハートとエネルが回復する。なるほどね。あのこれまでだったら赤い薬青い薬はまあゼルダシリーズ定番ですが、紫の薬はエネル回復か。まあまあ覚えておきましょう。ちょっとこの辺り割っちゃっていいか。ごめんなさいね、びっくりしていますけど。あ、ミニチャレンジありましたよ。ただ一個一個せっかくだから見ていきたいな。あなたは、つまんないつまんないつまんない、村の外は危ないから出ちゃダメなんだって。ゾーラの人たちと遊びたいのに出た。ゾーラ族、ゾーラはゾーラだよ。海と川の里に住んでるよ。みんな音楽上手だよ。あ、あと族長たちが喧嘩ばっかしてる。あ、海ゾーラと川ゾーラが喧嘩してるってこと？まあ海ゾーラはよく 3D ゼルダに出てきて、まあ川ゾーラは 2D ゼルダに出てきますよね。そしてあなたは、ちょっと前に城から兵士たちが言ってた、城から来た兵士たちが言ってたぜ。外から逃げたなんとかって姫を探してるってよ。やばい、それ私だな。もし引き渡したら謝礼とかもらえるのかね。やめておじさん、ちょっと可愛い女の子を引き渡すなんて、そんなやめてください。そしたらちょっと待って、その下 MK さんは見逃しませんでしたよ。危ないなピースが、この宝箱取っていきましょう。なんか住人が落としたものっぽいですけど、もらえますからね。はい、中からは20ルピー、ありがとう。まあ言うてもだな、ここのお店特に薬しか売ってなかったし、ちなみにあなたは食事時なのに、全くうちの子のマイペースには呆れたもんだわ。ほう、あら、聞かれちゃったわね。息子のアヌビーが帰ってこないのよ。あの子が大好きな魚を焼いたっていうのに、また北の林で昼寝してるんだわ。北の林、あなた林の方へ行くならついでに焼き魚を届けてあげてくれない？今持ってくるからちょっと待ってて。はい、焼き魚。これ勝手に食べたら怒られる。うおー、何これ。そこそこ大きいから運びづらいかもしれないけど、息子はこれがないと目を覚まさないのよ。どういう教育をなさってるの？あ、大事なことを伝え忘れてた。最近息子の昼寝場所の林にはお腹を空かせた魔物がいるから気をつけてね。ってことは肉みたいな感じでこれも使えるのか、魔物の注意を引くのに。よし、焼き魚がダメになったら私に言ってちょうだい。じゃあ配達よろしくね。え、ダメになるも何もこれお借りするからいいよね。焼き魚を覚えた。はい、油がたっぷり乗った焼き魚美味しそう。香ばしい香りで一部の魔物を虜にすると、モテるんだ。待てよ、ってことはこれ力のかけらがあるじゃん一応こういうのは取っとかないと。よく気づいたな私。はい、力のかけらを手に入れたと。なんか一つずつしか出てこないんだな。じゃあ先に北の林行く。お借りしたやつを渡すんじゃダメなんかな。いや、ダメかもしんないしね。うん、ミニチャレンジ終わらせましょうか。はい、北の林、この辺りだと思いますけども、左かな、右かな。あ、左は行き止まりか。じゃあこっちではなさそうですね。あと持ったままこれジャンプとかができなくなっちゃうから、そこ気をつけないといけないな。うわ、やばいよ、落とさないでねゼルダ。あ、誰かいるけど、いやでもあの人は息子じゃないだろう。うん、そうだね、おばさんだね。息子さん、どこにいますか？ちょっと待って、マジ海渡んなきゃダメこれ。一回さ、場所だけ特定するか。これ持ってたらちょっと移動が不便すぎる。一旦置いとこう。で、ここジャンプして、あ、待て、いるね、いっぱい。じゃあ早速ちょっとリンクの弓矢使っていきましょうか。覚えたけどあんまり使ってないからね。はい、弓、下手くそ。いやもうゼルダ弓矢下手くそ。光の弓矢とかよく使ってんじゃんゼルダ。はい、ここも倒していきました。あ、ちょっと牙が、あ、待って、いたわ息子が。でこれ長押しすれば、はい、3本の矢が出せますと。うわー、待って、牙落としてる。そして息子がいた。ちょっとどっちからやろう。落ち着け落ち着け。まあまあとりあえずまず解除。うわー、言うてももうねえな、ほぼ力のメーターが。はい、宝箱の中からは、おお、何これ、鉄の落とし子、川の落とし子を10個手に入れた。川の落とし子ね、尖った口が特徴の生き物。そのままでは使えないと。まあスムージー作りに使うんでしょう。危ないな。とりあえずなんとか牙は取りました。いた息子。待って、ここまで持ってくるってかさ、どうやってさ、その
崖の上まで運ぼう。これえお借り待って、お借りしたやつじゃダメなのか。一回試すか。そっからでもいいよな。よし、そうしよう。こういう高さは基本的にメガドンがいれば登れますので、メガドン置いてトランポリンでジャンプ。あーもうMK さんちょっとメガドンに乗るの下手なんだよないつも。はい、ここジャンプして、お借りした焼き魚、はい、どうですかくんくん。え、香ばしい匂いがする。でも母ちゃんの愛を感じないな。なるほど、ダメなんだ。お借りしたやつじゃ愛を感じない。いや、わがままな息子だな。ちょっとお宅の息子さんがすごいわがまま。え、これ投げていいの？行くよ。いや待って、怖えな。段差を作った方が確実だ。階段みたいなのってないしな。投げるよ。わ、危ない。よう言った。よし、オッケーオッケーオッケー。あとはその崖の上。え、これ投げじゃ無理だよね。いや無理だと思う。無理だな。ってことはやっぱメガドンか何か。いや待て、一回ここ置いてトランポリンを重ねてもいけるのでは。だったらもう、あ、待って、これ投げてさと、いやー、なるほど、そうなっちゃうのか。待って、ああ最悪。うーわ、待って、これいろいろ考えなきゃいけねえな。投げ踏んじゃダメなんだ。うわ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 、踏んだか。今踏んでないと思うけどね。ちょっともうちょっと頑丈な焼き魚焼いてよ。まあ焼き魚に頑丈も何もないか。ちょっとお宅の息子さんが愛情がないからダメだって。すぐに準備してくるから待っててね。あの2人で行きません？肩車とかすればなんとかなると思うんですけど。はい、いや息子さんはいましたよ。ですけどちょわがまますぎるな。ということで、どうすっかな。これね、ジャンプができないんですよ、持ってる状態だと。だから広い地面を作って置いて置いてでなんとか行くしかないかな。はい、じゃあ一旦ここ投げて、よしいいよ。で持って、ここまでは完璧で、でですよ、でですよ。ちょっと頭を使おう。なんか何かでき、床びゅ、いや違うな。やっぱテーブルとかでさ、もう安全に行くしかないかもしれん。こうして、これでジャンプで届いてないのか。もう一段なんだけど、そうなってくると足りないんだよ、今度。だからベッドとかと組み合わせるか。普通のベッドじゃないと、かけら1で出せないので、ちょ待って、ベッド最近使ってないからどっか行っちゃったかも。ベッド、いや、このふかふかベッドだとダメなんですよ。そう、古びたベッドを重ねて、待って、これいけるな。こう来てこう来て、ここでテーブル置いてきた。よし、あとはこれを投げて投げてで上に持ってきましょう。で持つ、いいよ、待って、で投げる、きた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 、持つ、投げる、オッケー。もうめちゃくちゃ大変だったんだが、息子さん、はい、くんくん、これでしょ。香ばしい匂いがする。お、起きた。母ちゃんの焼き魚だ。わざわざ届けに来てくれたの。そうですよ、サンキュー。腹ペコだったから助かったよ。そんじゃあ早速いただきます。いや自分の体より大きいけど、その焼き魚、パリッとした表面にほのかな塩味、油が乗ってふっくらジューシー。焼き魚最高、母ちゃんも最高。じゃあこういうところで迷子にならないの。ふう、食った食った、あーうまかった。じゃあ食後の一眠りを楽しむから、母ちゃんによろしく言っといて。母ちゃんのとこに返さないといけないんだけどな。まあでもしょうがないね、もう一眠りするってよ。もう一回って言わないでね、焼き魚。それはちょっともうお宅の家庭の問題だから、ゼルダは深入りできませんよ。ということで、あの息子さんいました。息子に魚を届けてくれたのかい、ありがとう、助かったよ。ただもう一眠りするってさ、魚を食べたらまた寝ちゃったの。はあ、まったく、あの子と来たら一日のうち寝るか食べるかしかしないんだから。まあでもそんなもんかも、年頃の男の子は。あら、ごめんなさいね、あなたにはお礼をしなきゃ。本当にありがとう、これをもらってちょうだい。お、昆布何個？あわ、昆布10個。ありがとう。今後焼き魚はここに置いておくことにするわ。あなたも好きに持って行ってちょうだい。まあまあまあ、もうお借りしたからね、特に大丈夫でございます。そしたら、まあさっきちょっと怪しかった右の方を攻めてみましょうか。なんかお花の種類がいっぱいあるっぽいね。ほら、なんか遺跡みたいになってるよ、ゾーラの入り江。いや懐かしい、あれだな、あのね、はなんか響きっていうか名前ですね。待って、下がめっちゃ気になるんだけど、そこもしかして入れない？うわ、鳥がいる。ちょっと待って、その鳥なんとかして、これ入れる？
トリトリトリだったり鳥だったりややこしいな。入れねえわ。待って、その鳥どうにかしたい。あ、焼き魚じゃないのそれこそ。これを出して、え、出せねえわ、出せ、あ、ちょ、やばい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 、あ、宝箱あった、宝箱あったから、とりあえずそれは取っときたい。潜って真空で、やばいか、来るか、え、これ何、水の中まで来る、あー来ないね、水のところでちょうどバリアになってるわ。ということで中からは50ルピー。なんか基本的に50ルピーだよね宝箱。待って、こういうところもき、あ、登れね、ちょ、一回逃げよう。ゼルダダメだ、体力がなさすぎる。飲み物で、あ、どうすかな、エネル回復もしたいからスイートミルクスムージー飲んじゃいましょう。あ、これじゃ店が出せない、ピーター、また、アキンドナッツ。やっちまったっぴー。スムージーの準備をしているうちに素材がなくなっちゃったっぴー。あるよ、いっぱい。あ、お客さんだっぴー。せっかく来てもらったのに悪いっぴー。スムージー屋は準備中っぴー。実はスムージーに使う泡昆布が分け合って切れちゃってるんだっぴー。補給するにも泡昆布があるのは海の中。塩水に弱いオイラじゃ取りに行けないっぴー。まあ植物は確かに塩水に弱いわな。お客さん、泡昆布を持っていたら3つほど譲ってくれないっぴー。分かったっぴー。もうゼルダも映っちゃってんじゃん、ピーが。泡は泡昆布。ありがとうっぴー。お客さんのおかげで命拾いしたっぴー。じゃあそれはさっきのお母さんに言ってあげてください。お母さんから10個もらったんだよ。これに懲りてもう二度と下ごしらえ中につまみ食いはしないっぴー。おい、自分のせいだな。さて、気を取り直してゾーラの入り江のスムージー屋オープンだっぴー。お客さんにはオープン記念とお礼を兼ねてこいつをあげるっぴー。おー、20ルピーか。まあまあまあ、スムージー2回作ったら終わっちゃうけどね。貯めるもよし、スムージーの素材を買うのに使うもよしだっぴー。おいらも新人オーナーになったからには心を入れ替えて頑張るっぴー。あ、新人なんだ。そりゃつまみ食いもしちゃうか。いや関係ねえだろ、新人でもつまみ食いはダメですよ。ということで、じゃあちょっとスムージー作りと行きましょうか。確かね、ちょっと待って、ミニチャレンジのところで見れるんだよな、残り何個か。あれ、ミニチャレンジが、あったあったあった、レシピを増やした一品、残り7個。もうこれやっちゃおう。残り7個ぐらいだったらいけるよ。作りたいにして、とりあえず皮の落とし子2つ、これでどうですか。なんかあんまり飲みたくないスムージーになりそうですけども、なんか生き物はやだな。はい、どうですか。おお、すげえ、おしゃれ。スイスイスムージーを手に入れた。え、もしかして泳ぎ速度、あ、泳ぎ速度アップ1分、きた。新鮮な皮の落とし子が添えられた、いろいろミックスされたスムージーと。ありがとう。これで残り6つ。じゃあ泡昆布でも1個いっちゃいましょう。基本的にこういうなんか1つの素材を組み合わせるやつはあるよね。ちょっと待って、おしゃれすぎない？ゾーラのあたりのスムージー、バブルスムージーを手に入れた。炭酸か、ぬるりとしつつもまろやかな喉越し、泡の旨味が癖になるスムージー。炭酸ではないのか。泡の旨味って炭酸のこと？したら、これとこれの組み合わせもやってみたいよね。はい、皮の素材同士、ん？皮と海か、の素材同士でどうでしょうか？あ、これになるんだ。あー、なるほどね。じゃあ残り5つ。待てよ。だとしたら、泡昆布とパワフルブドウ。この山の幸と海の幸。これでどうですか？なんか起こりそうな気がするよ、化学反応が。きたー！え、かわいい！バブルミックススムージーを手に入れた。泡の旨味をベースにいろいろミックスされたスムージーと。かわいい！そして潜水時間アップがついてるね。したら、皮の落とし子とパワフルブドウ。これでもいけるんじゃない？残りレシピが4つか。どうですか？うわー！これはパワフルミックススムージーになっちゃうか。これはもう持ってますね。残り4つ。ポカポカスパイスと、だっぐ、どうしよう。あ、待て、魔物の肝、あ、ポカポカソウとかが絶対あるな。ちょっと待って、ちょっと待って、ポカポカソウっていうかあれだ、ちょ、魔物の角、これ牙か、牙と泡昆布で絶対水中系のポーションっていうかあれができる、薬が、だいたい薬なんだよ。だよね。よーし、いいぞ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 。バブル薬したら残り3つ、いけるよ。皮の落とし子と魔物の牙、これで泳ぎ速度の薬ができると思う。どうですか。やっぱそうだよね。基本的にこのなんか何かの効果と魔物の牙はやってってもいいわ。ひんやり、やってないですね。はい、じゃあこれでさらにひんやり系のお薬が、うお！手に入らない？ちょっと待って、パターンがわからなくなってきた。
マジか。うえ、待って、魔物の牙じゃうまく薬にならないこともあるっぽい。うわー、じゃあ迷いどころですけど、一旦今回はこれくらいで終わっておきましょうか。よーし、じゃあ次回、最後のレシピじゃなかったわ、残り2個か、残り2個のレシピをなんとか編み出してからゾーラの方に向かっていければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。しるべも登録できましたね。